みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画では第3の鉄柱主義を全部機種紹介していきます。ゲームを進行していくと通常攻撃や鉄柱主義を入れ替えが可能になります。入れ替えはアイテムボックスから可能で、通常技は2つ、鉄柱主義は1つ入れ替えが可能です。鉄柱主義に関しては入れ替え元の技は選べず、必ず一つの入れ替えとなります。例えば太刀の場合、飛翔蹴りのみ入れ替えが可能といったものです。それでは実際の映像を交え紹介していきます。体験は金剛玉切り、入れ替えはハンティングエッジです。金剛玉切りは玉切りを1段階飛ばし、強玉切りを放つ技で、踏み込みの際に吹き飛ばし攻撃にも耐えることができる技です。モンスターの小さな隙にも強力な一撃を叩き込め、吹き飛ばし無効でカウンターとしても活躍しそうです。太刀は大岡鉄柱鬼神山、入れ替えは飛翔蹴りです。素早く距離を詰めつつ切り抜ける技で、切りつけた箇所は追撃が発生、ヒット時は錬金ゲージの色が1段階上がります。積極的に錬金ゲージを上げられるメリットの一方、入れ替えが強力な飛翔蹴りというのがネックです。片手剣は滅昇竜撃、入れ替えは風車です。盾による強烈な一撃を与える上昇打撃攻撃、技の開始にガード判定があり、カウンターによりダメージが大きく上がります。積極的に狙える強力なカウンターを手に入れ、片手剣の万能感が増しています。双剣は櫓越え、入れ替えは鉄柱斬首です。かけれ虫を上方へ放ち、自身を移動させるシンプルな技、この技によってダメージを与えることはできないが、リヴァイなどに派生できるのはメリット。例えば長いモンスターや弱点が背中や尻尾に集中している場合は、強力なダメージ源である鉄柱斬首と住み分けもできると思います。ランスはルテンズキ、入れ替えはアンカーレージです。鋭い踏み込みを2度行う位置取りと反撃を兼ねた技、入れ替え技が強力なアンカーレージというのが非常にネック。モンスターに貼り付けるディエルバインとの相性も少し疑問に感じるところ、マルチにおいて活躍する技かもしれません。ガンランスは地裂斬、入れ替えはヘイルカッターです。前方へ踏み込み豪快な切り上げを行う技、地面にすり砲身が熱され、一時的に砲撃や流行砲、流撃砲の威力が上がります。また出だしにガード判定があるようで扱いやすそうです。強力な鉄柱主義のガードエッジが残るというのもメリットとして大きいです。ハンマーはダッシュブレーカー、入れ替えは鉄柱回転攻撃です。地上を直進する攻撃、前進が始まれば吹き飛ばし攻撃にも耐えることができます。ハンマーが欲しかった吹き飛ばし無効が得られるのはかなりのメリット。入れ替え技にインパクトクレーターが残るのも強力です。狩猟笛は共鳴音樹、入れ替えは死んだです。かけれ虫を使った眉を地面に設置、この眉は設置を行ったハンターの戦慄効果発生に合わせて、同じ戦慄効果とダメージのある衝撃波を眉を中心に発生させます。効果は謎が多く、製品版が楽しみな技です。スラッシュアクスは飛翔竜剣、入れ替えは金剛連符です。剣で切りつけながら上昇し、空中から突進斬りを行う技、映像ではゼロ距離解放からも派生できるようです。空中突進がヒットすると覚醒ゲージが大きくたまり、追加爆発を起こすようです。スラッシュチャージャーの無敵時間の修正があり、入れ替えがスーパーマー付きの便利な混合連符ということで、より攻撃的にするか万能にするか差別化となりそうです。
チャージアックスはアックスホッパー、入れ替えはカウンターフルチャージです。目の前に斧を叩きつけ、反動と糸を使って体ごと垂直に上昇。上昇時のみ空中から強力な属性解放斬りを放つことが可能。入れ替えが強力なカウンターチャージというところがかなり悩みどころ。マルチではカウンターが取りにくいので候補になりそうです。総中攻は光竜、入れ替えは怪奇竜中です。駆けり虫を使い垂直に飛び上がり、強烈な落下攻撃を仕掛ける技。総中攻待望の攻撃技がついに登場。しかし便利な怪奇竜中を失うというデメリットもあります。しかし総中攻の攻撃技はかなり魅力的です。ライトボウガンは旋回移動、入れ替えは旋回跳躍です。遠心力を利用して左右に素早く回り込む技。一定時間攻撃力が強化され、回り込み中に射撃することが可能。ライトボウガンにとって攻撃力が強化されるだけでもかなり強力。回避はもちろん技の発動中に攻撃もできるとメリットしかありません。ヘビーボウガンはカウンターチャージャー、入れ替えはカウンターショットです。駆けり虫を使い攻撃を受け流す技。攻撃を受けると一定時間試し射撃に必要な時間が短縮されます。カウンターショットと同じく攻撃を受け流せますが、こちらの方が隙が少なそうです。ため時間の短縮もかなり強力で、どれぐらいの時間効果があるのか楽しみです。弓は飛翔睨み撃ち、入れ替えは休息砲です。駆けり虫を使い垂直に飛んで矢を放つ技。空中ではさらに強力な射撃を繰り出すことができ、矢を使い真下に近接攻撃をすることも可能。後半で使える技なのでスタミナ系のスキルもあると思われ、残りの鉄柱主義が剛力の弓がけなのも良さそうです。以上が全武器種第3の鉄柱主義の情報でした。皆さんはどの鉄柱主義が好きですか？ぜひコメントをお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。